オクトパススペシャル。オクトパス四谷慎介、栗田航兵、通称四つくりコンビ登場。最新シングルパーフェクトにかけて、理想の休日とおねだりをテーマにパーフェクトマッチ。四つくりコンビの魅力全開でお届けするスペシャルプログラム。カラオケ行きます。ああ、いいかも。いいよね。栗ちゃんらしさが全面に出てるとか、めちゃめちゃ嬉しいコメントたくさんあるので、まずはその作詞から始まるかもしれないんですけど、ここで見どころをちょっとだけお見せしましょう。僕の休日のパーフェクトな過ごし方、一つ目、起きた後におしゃれな朝ごはん作ります。はーい。これはね、これはね、これはもう、これはもう定番じゃない。そうね、朝から気分上げたいもんね。うん、なんかスクランブルエッグとか。スクランブルエッグっていう花や。え、なんて。あ、ぐじゅぐじゅ卵。子供までそれは。大人になったら言うでしょ、カタカナ。森から帰り際、いい抹茶アイス食べます。もういや、分からん。いい、もうココの判断。あら。そんな抹茶アイス刺さんなかった。そんな刺さった。まあ、好きやけど、うんうん、森行った後の抹茶アイスはしんどいかもしれない。分かってないわ。今度連れてきます。森の後の抹茶アイス。これ何がいいかって、その森で浄化されるんですよ、体が。でその後の抹茶アイスは染みる、体に。ゼロに、その100抹茶アイス入ってくる。血管まで入るから抹茶アイスが。緑になっちゃうから。血管が水分が全部抹茶アイスになっちゃう。皇居を10キロランニング。あ、これはもうアーティストとしてやっぱ体力つけないといけないっていう、某バンドの方が毎日10キロ走ってるっていう噂を聞いて、僕も休日やってみたいなっていう思いがあります。絶対にやります。あ、やれたらやります。休日に走るなんて考えられません。スカイダイビング終わって、スカイダイビングは番組で行くんです。休日ちゃうやん。スカイダイビングは番組で、あのカメラマンさんとかね、いて一緒にこう飛び立って、でめっちゃ気持ちいいんで、世界変わったって言ってカラオケ行きます。ああ、いいかも。いいよね。いいわ。番組のみんなで、あの、あ、いいスタッフさんとか込みで行きます。めっちゃ歌うまくなりそうだ。そうスカイダイビングボールが抜けてるからね、もう全部世界が変わってよ。オクトパススペシャルボリューム1、番組の詳しい情報はミュージックジャパン TV のホームページをチェック。